車がまたマイアミでもあったし、シルバーストーンでもあったように、まあ、車がまっすぐ走らないっていう状態でですね、また、フリー走行からその状況、ステアリングが左に曲がっているという状態だったらしいんですけど、で、直してよ、直してよって言って、まあ、ね、チームというか、運営というか、もちろん直す、直すって言って、まあ、実際直して作業はしてるんだけど、でもやっぱり、走ってみたら左に曲がってる、ステアリング曲がってるし、まっすぐ走らない。で、予選に向けて、まあ、ね、フリー走行朝、朝一で、で、予選がもう夜ですよね、夕方ね、7時ぐらいですから。時間は死ぬほどいっぱいあったし、まあ、作業はしてるはずなんだけど、でもやっぱり、1コーナーのイン側にあるダブルシリーズのパドックから出て、ピットレーンまで一回出てく、その走行の時点でももうすでにおかしいっていうのが分かったから、それ、もうちょっと予選もこれ厳しいっていうので、まあ、走ってみても実際ダメで、ピットに戻ってまたなんか作業して出てくけどやっぱりダメっていうのは、まあ、4回ぐらい繰り返しましたよね。で、ノータイムのままずっと行って、でもまあもう、そのまま行っても結局セッション終わっちゃうので、まあ、最後、今日のレース走ることを考えても、まあ、一応、走っとかないと、車の確認はしとかないと、本来のペースで走っとかないとわかんないので、走ったけど、やっぱりまあ、ダメっていうか、最後に新品タイヤに変えて出てった時は少しマシになっていて、まあまだ、それなりのペースで走ってた、だから16番手でしたっけ？まあまあ、タイマー出てるんですけど、まあでも、それまでのね、曲がってる状態で走ってる車の感覚が残ってるからどうしてもプッシュはしきれないし、しかもまあ、予選の時は特に左にステアリングが曲がってるんだけど、ブレーキングするとステアリングがまっすぐ向いて、まあまあもちろんフロントタイヤがまっすぐ向くとは思うんですけど、で、車が右に引っ張られるみたいな、なんかちょっとよくわからない状態になってるみたいで、まあ、それが、こんなんじゃちょっと本当に乗れないよね、みたいな。これなんとかしてもらわないと、これだとちょっと本当レースも、まあ危ないですし、それが今回初めてってんであればまだね、わかるんですけど、もう、マイアミで一回出て、で、シルバーストーンでも同じ問題に苦しんでっていうので、まあ、まともに走んない、まっすぐ走んない車で走るっていうのはちょっとね、そのメカニックのセットアップ能力云々なのか、まあ車自体になんか問題があるのか、まあ同じモノコックは使ってると思うんで、そこがちょっと、はっきりしないうちはね、なかなかレースするの難しいかなとは思いますけどね。もともと走行時間が短くてね、車とサーキットになかなか慣れる時間がない中で余計にこうやって、まあ、実質走行時間もうまるっと失ってるのと一緒ですからね。だから、なかなか厳しいなーっていうね、感じですね。アカデミーチームって別にアカデミーチームではなくて、キミライネン選手、まあ実際今年上位で走ってますけど、プーマチームとあともう一個なんだっけ、スクーディア F だっけかなんかの一台と、を、まあ、同じテントでメンテナンスしてって、まあ、エンジニアとかも同じテントにいるんで、アカデミーチームだけが特別腕が悪いというわけじゃないし、まあなんだったらね、その問題があるっていうのが分かれば、プーマチームの車をやってる人がね、助けて、それこそアライメントしっかり取ったりとかってできるんで、まあやってるとは思うんですけどね。だからまあそういうメカニックの腕もまあ多少あるだろうけど、それだけじゃない何かがあるのかなっていう気はちょっとしますけどね。ただまあステアリング曲がってるとかっていうのは意外と F1 でもあるんですよね。結構フリー走行走り始めて、あれ、ステアリングこれ左曲がってんだけどっていうのは、レッドブルとかでもチェコペレたまに言ってたりしますけど、レッドブルとかでもあるし、まあタイヤ変えてある程度直ったっていう意味では、まあタイヤの、例えば内圧のセットが、まあ右と左で違うから、走り始めはそういう風になってたりとかも。で、走っていくと、走ってて内圧が上がっていくと、まあバランスが取れて、要するに、ここであれば右コーナーの方が多いから、左のタイヤの方が内圧上がっていくんで、タイヤがちゃんと温まったところで、バランスが取れるよっていうことももちろんあるんですけどね。その辺がまあ、ね、どの辺までこのチームとドライバーとの間で信頼関係ができてるかっていうところでもあるし、まあ、車とかそういうね、問題があるのであれば、まあ、本来はそこはドライバーがうんぬんっていうよりはね、マネジメント側で、まあ、ドライバーが悪者にならないように、うまくこう、駆け引きというか、裏側でね、調整してあげるべきところだと思うんで、なんかそういう敏腕マネージャーとかがね、いるといいですけどね。まあ、ジュジュ選手だから、ジュジュ選手も角田君と同じで、うん、もう車がやっぱりおかしいっていう、まあ、
マイアミのフリー走行でクラッシュして、修理した途端、金曜日の夜、夕方の予選からステアリングが曲がってまっすぐ走らない状態になったりとか、うん、あと、シルバーストーン、うん、も確かまっすぐ走らない症状だったんですよね。うんうん、で、スペインは、マイアミの後、スペインは別の車で、ニュージーランドの車で走ってたんで、問題なくて、で、またその、ダブルシリーズの元々の車に戻ったシルバーストーンでまた問題が出たんで、この車、確か85車だったと思うんですけど、あの車おかしいんじゃねえか説がやっぱりあって、ずっとやっぱり車に、こう、自信が持てない状態で、まあ実際ステアリング曲がってるわけですからね、左にね。だからそれで、ちょっとまあ苦労してたというか、すっきりしない状態。まあ、車に対する不信もそうだし、やっぱり、メカニックも、いや、ちゃんとアライメント取って、ちゃんと整備できてるのかどうかって、うん、走るたんびにちゃんと走れない、曲がってる。うん、で、またもう一回整備する。で、また走っても戻って、またま、曲がってるとか。で、それでまあ、重々選手、まあ、野田さんも含めてですけど、うん、その、メカニックとかに対するやっぱり不信感もあるし、でもメカニックは一生懸命やってくれてて、エンジニアも一生懸命やってくれてて、で、ダブルシリーズ側も、いやいや、まあ、なんとか車整備するから、な、まあまあまあって言って、なんとかずっとこう、シルバーストーンとかもね、こう、怒りを爆発させながらもやってて、でも、何がダメだった、その、修理して少しまあ良くなったりもするし、その時に何がダメだったかっていうのが、シリーズ側からこう説明されなくて、はいはい、結局何なのかよくわからないまま来てるっていうところにやっぱりこう不信感というかね、うんうん、っていうのがある中でまたハンガリーでもそうだったんで、うん、フリー走行からダメで予選も結局ダメでっていう、なんかもうそういう車は丸っと変えてほしいよね、うん、直そうってするんじゃなくて、で結局それが直、うん、じゃあ車ガラッと変えたから良くなるかっていうと、多分そうでもないんですよ、うん、話聞くと。ああ、そうなの？結局じゃあ何が問題かっていうと、メカニックの腕でもなくて、もともとのそのイギリスにあるファクトリーで整備してるわけですけど、はいはい、そこの整備がまあちょっとまあ、いまいちというか、まあ、ちょっとまあ。あれメンテナンスって一社でやってんだっけ？そうですね。まあ、前は一番最初ハイテックがやってて、うんうん、その後、いろんななんかね、外注が。あ、今ハイテックさんじゃないんじゃないんですよ、ね。そこがまあちょっと人手不足みたいな感じで。うん、なんかもうここ2年、もう、まあ初年度は、結局2年目以降って、もうとにかくもうダメな車はとことんずーっと1年間ダメだよ。小山選手もその不気味に会っちゃってたじゃないですか。うんうん、もうどうにもならんっていう。うん、そこは結局、この車なんかおかしい、うん。で、ここが絶対おかしいとか、うん、こういう風な症状が起きてるってことは、ここに問題があるだろうって、多分指摘できる人は、そこを重点的にチェックして直せるんですよ。はいはいはい、でも、なんかおかしいけど、こんなもんかなって思っちゃってると、うん、多分そのまんまでずっと1年来ちゃうんですよ、はいはいはい。で、なんかおかしいとしか言えなかったら、うん、いや、お前の腕もまだまだだろう。実際、チュー選手もそうだわけですよ。うん、結局、ドライビング技術で言っても、じゃあ、チャドウィック選手と同じかって言ったら、まだまだ、チュー選手だって、うん、走りで詰めなきゃいけない部分もあるし、うん、そのね、走りでまだ足りてない人が、いや、車がおかしいって言っても、うん、やっぱ車をやってる側からするともなんだよってなるし、うんね、そこは結局、どん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 悪い方向に行きますよね。うん、でも、こういう症状だったら左に曲がりますとか、うん、こういう場合にはちゃんと なります。今回で言うと、左にステアリング曲がってて、ブレーキングするとステアリングがまっすぐ向くとか、うん、そういうなんかいろんなこう状況から分析してこういうところがおかしいんじゃないのとか言えるとそこをチェックして、まあ、今回の場合はジュジュ選手のエンジニアが車実際チェックして、うん、あ、ここがおかしい、このパーツおかしいっていうのを見つけて、それはもう現場のメカニック云々じゃなくてファクトリー側の整備の問題だったらしいんですけど、まあ、そういうでそれを交換すると、まあ、決勝は直ってた。うん、予選はダメだったけど、決勝はちゃんと直ったんで、決勝ちゃんと走ってたじゃないですか。うん、で、なんならまあ前の車何台も抜いてったじゃないですか。うん、まああれもまさにジュジュ選手と行ったれってやつなんですけど、行ったれと思ってって言って、まあ最初セーフティーカー出たけど、リスタートの瞬間からね、うん、1コーナーイン飛び込んで、うん、トマセリ選手抜いたりとか、うん、まああれも、ジュジュ選手らしいブレーキング勝負の、ね、はい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 、1コーナー飛び込んでっていう。まあそれが何台かやって、うん、最終ラップ映ってなかったけど、クロエ・チャンバース選手を1コーナー、2コーナーで抜きにかかって、まあ接触したらしいんですけど、まあそれでチャンバース選手下がっちゃったんですけど、まあ、結果的にそれで9位フィニッシュできたっていうことで、初めてレースらしいレースができたっていう、車がまあまともに走れたのが多分今回初めて、まあスペインはまあまともでしたけど、そういう意味では2回目、
ね。まあ、多分あの、ライバルたちの中でも中段、うん、少なくとも中段を走ってる連中から、ちょっと次から気をつけないと、こいつ、そう来るなっていう。うんうん、まあ、中段の中のペースで言うと、まあ、普通に良、うん、かったと思うんで、うん、あの、次からその予選も車がちゃんとしてれば、いいとこに来るんじゃないですかね。うん、その結構今、ダブルシリーズって前の3、4台が、うん、まあ、それこそチャンピオン争いしてる人たちが早くて、うん、そこからしばらく空いて、うん、コンマ5秒ぐらい空いて、うん、中段グループがすごい、団子になってね。で、まあ、その下、また、コンマ5秒ぐらいガバッと空いて、下の回収団みたいな感じで、うん、ジュジュ選手はずっとここにいたけど、うん、今回はこの中段グループの中に入ってたんで、うんうんね、ここにいるってことが証明できたからね。次予選、まあ、フリー走行からそこにいると、うんうん、予選でもこの中段グループの団子の中の勝負になるから、うん、まあ、うまくいけば本当に予選で、例えば6位とか7位とか、うん、まあ、私は5位とかっていうのもあると思うし、うん、あの、シンガポール次は全然すごい楽しみって言ってましたよ。シンガポール走るのはすごい、鈴鹿でなくなっちゃったのはちょっと残念だけど、ね、シンガポールのサーキット走ること自体はすごい楽しみって言ってたんで、うん、で、実際走ってる人他にいないから、うん、あの、サーキットに対する知識の経験の差もないし、うん、そういう意味では結構シンガポールはジュジュ選手にとってチャンスなんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、フリー走行でどんぐらい発車しないようにしないですけど、とは思いますけどね。まあ、だから、今回のレースで一番楽しんだのは私だと思いますってね、はっきり言ってましたから、うん、あの、よかったと思いますよ。うん、まあ、ちょっと、こんなんじゃもうちょっとレースやれないみたいなね、状態に本当になってたんですけど、なるほどね、あの、シリーズ側とも、カンカンガクガク、ゲンゲンゴーゴーの状態だったんですけど、うん、まあ、最後までとにかく、まあ、このレースやってみないとって言ってやったのが、まあ、良かったですよね、うん、日曜日ね。日曜日、土曜日か。お母さんと弟くんも今回来てて、うん、まあ、前回も来てたかな、うん、まあ、家族で、あの、あれでね、モーターモーターホームで、ポ、うん、ールリカールから、うん、ハンガロリンクね、自走で移動して、うん、ジュジュ王でね。じゃあ、猫ちゃんも一緒かな。猫ちゃん一緒かな、わかんないけど。ダブルシリーズ日本開催しない理由。まあ、普通に入国できないからじゃないですかね。あの、輸送費がうんぬんとか言われてますけど、シンガポールに送るも日本に送るも一緒ですからね。まあ、日本に送るカーゴ便はシンガポールより少ないかもしれないですけど、それは入国がやっぱり厳しいんで。多分普通にやったら半分ぐらいの関係者来れなくなるんじゃないですか。シンガポール、F1 はシンガポールグランプリがあるんで、シンガポールからバブルで入国できるから OK ですけど、ダブルシリーズの関係者いろんなところから日本に直接行くことになるんで、それは入国の保証ができないので、残念ながら今の日本政府では、そういう形では多分絶対入国保証しますよとは言ってくれないので、だから F1 関係者はあのバブルで入れますけど、F1 メディア関係者はそのバブルの中にいないので、メディア関係者は入れない人いっぱいいるんじゃないですか。シンガポールで PCR 検査を受けて陽性になっちゃって日本行けませんみたいな人たくさん出てくると思いますけどね。だそれと同じでダブルシリーズも普通に。まあ、ダブルシリーズは結構普段から、あの、検査しっかりやりましょうって言って、今 F1 は義務ないけど、ダブルシリーズはかなりしっかり検査してるんで、あの、大丈夫だと思いますけど、普段から陽性の人はいないと思うけど、でもまあ、わかんないですからね。その、直前にレースあるわけじゃないし、この後、ハンガリーの後次って言って、どっかフランスとかイギリスとか陽性者数が多いところにいて、このドライバーが来れませんとか、このメカニック来れません、このエンジニア来れませんとかってなる可能性全然あるんで、まあそうやって開催できなくなるリスクっていうのは、まあ当然カテゴリーとして年間何戦やらなきゃいけないっていうのは、まあ彼ら、スポンサーとの契約でもあるから、確実にやれるところでやらないとっていう、まあほん、単純にそれだけです。逆に言うと、まあ世界から見ると今日本は確実にレースができる場所じゃないっていうふうに思われてるってこと。で、政府と、まあ、だからこそモビリティランドさんすっごい努力して、あの、確実にやれるように、まあ、譲歩するとこは譲歩して、で、準備するとこは準備して、F1 はもう少なくとも確実に開催できるっていう確約を得られる状態、まあ、確実に入国させてもらえるっていう確約を政府から取り付けて、日本グランプリ開催っていうところに今こぎつけてらっしゃると思います。はい。